大谷翔平の魅力に迫る。美人レポーターが明かす素晴らしい人間性。ドジャースのスター選手、大谷翔平に対する注目が高まっている。スポーツネットロサンゼルスの美人レポーター、キルステン・ワトソンさんが大谷との取材で得た感動的なエピソードを通じて、彼の素晴らしい人間性を伝えてくれている。握手から始まり、真摯な受け答えまで、大谷の魅力に迫る一幕となった。ワトソンさんは、大谷に対して信じられないくらいいい人と感嘆の念を抱いている。彼の礼儀正しさや素敵な人柄に心を奪われ、熱心なファンとしての視線を向けている。大谷がもたらすのは単なる勝利だけでなく、彼自体がチームの財産であるという確信が、ワトソンさんを虜にさせている。昨年の入団会見後に行われた単独インタビューでは、大谷の思いに迫る貴重な瞬間が生まれた。ワトソンさんは、その前に握手を交わし、取材中にも一つ一つの質問に対して真摯に答える大谷に感動し、彼の人間性に引き込まれた。ワトソンさんは、大谷が持つ大きな目標や夢、そして彼の日々の熱心な努力に深い共感を抱いていることを語っている。ワトソンさんが大谷翔平に対して抱く畏敬の念は、彼の素晴らしい才能と人間性に起因している。大谷がドジャースにもたらす影響は、グラウンド内外で非常に大きいと確信しており、ファンとして彼の活躍を楽しみにしている。美人レポーターの視点から見た大谷の魅力が、ファンにとっても新たな発見となることだろう。大谷の魅力に迫る中で、ワトソンさんは彼の身長185センチ、そして大学まで他の競技の選手であった過去にも触れている。彼女はミスフロリダの出場経験があり、大学時代には最高レベルのディビジョン1で他の球技の選手として活躍していたことを明かした。その経験から来るスポーツへの愛情が、大谷との交流において彼女の心を一層引き寄せている。さらに、ワトソンさんは大谷が所属するドジャースにおける春季キャンプへの期待を語っている。彼女は、大谷の大きな契約に見合うだけの価値があり、その契約がドジャースにとって非常にふさわしいものであると確信している。ドジャースのスプリングトレーニングが8日から始まることに触れ、新シーズンに向けての興奮を共有している。大谷翔平の魅力に迫る。美人レポーターが明かす素晴らしい人間性。さらに、ワトソンさんは大谷のプレーに対する情熱と、周囲への気配りについても触れている。彼女は、大谷がチームメイトやファンに対して常に謙虚でありながらも、自分の目標に向かって全力で取り組んでいる姿勢に感銘を受けていると語っている。大谷の真摯な姿勢や献身的なプレーによって、彼の魅力はさらに際立っているという。大谷翔平の存在は、野球界に新たな息吹をもたらしている。彼の謙虚さや情熱、そして一生懸命に努力する姿は、多くの人々を魅了し続けている。